カオスセオリーは2007年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督はマルコス・シーガ、出演はライアン・レーノルズとエミリー・モーティマーなど。1日の行動をすべてリスト化するリストマニアの男が、あるスケジュールの狂いから予期せぬ事態に巻き込まれ、カオスに陥っていく姿を描いている。日本では劇場未公開だが、 DVD が2009年8月26日に発売された。プロの能率専門家であるフランクは、1日の行動をすべてリスト化し、それを忠実に実行している貴重面な男。ところが、フランクが時間管理に関するセミナーの講師を務める日の朝、妻のスーザンが時計を10分遅らせたことから、フランクは予想もしなかった事態に陥ってしまう。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ライアン・レーノルズとエミリー・モーティマーはやれることをやっているが、最終的にカオスセオリーはありきたりすぎるドラマコメディになってしまっている。であり、60件の評論の内高評価は30%に当たる18件で、平均点は10点満点中5.1点となっている。メトクリティックによれば、 18件の評論のうち、高評価は4件、賛否混在は11件、低評価は3件で、平均点は100点満点中44点となっている。ありがとうございます。